アンテオンは生物兵器を持ってる。バンカーで見つけた書類には名前が書いてあった。マトベイ・グセフ、ソビエトの兵器科学者だ。奴はまだイラクにいる。どこかにな。アドラーは残って奴を追跡するつもりだ。俺たちがクレードルの出所を調べている間に、フェリックスにはディスクを調べさせておく。アドラーが正しければ、これはアメリカ国内の研究施設に由来するものだろう。ソビエトの科学者とアメリカの生物兵器か。俺たちは何に巻き込まれてる。この研究施設についてハローに聞いたのか。電話に出ない。リビングストーンを調べろと言ったき。彼女の身に何かあったと。だったら俺の責任だ。世界の運命はお前にかかってる。危険は承知だろう。そうなんだが、想定外のことが続いた。お前だけの問題じゃないからな。俺たちと一緒にアメリカに来ないか。うん、考えておく。フェリックスはまだキッチンに。文句言うなよ。そっちが砂漠にいる間いろいろ作ってくれた。アドラーが見つけたディスクの解読はどうしたんだ。あれが必要なのに。よーシェフ、ディスクの解読は。そうせかさないでくれ。解読はフグの調理のようなものなんだ。慌ててやると全てを失う危険がある。なるほど。まさかフグを食わす気かよ。文句を言うなと言ってたろ。確かに言ったな。行く前に声をかけてくれ。おい、無理するなよ。くたばれっての。一人で楽しめ。楽しんでるように見えるか。いや、そういうつもりでは。あんたもついてない。悪運なんていつものことだ。俺たちといる以上リスクは高い。俺には無理だろうな。パナマの後でまた誰かを信用するなんて。信じてくれる仲間を疑うな。命を懸けてくれる奴を。アドラーもそういう男だ。パナマの事件の後、送金を示す記録が見つかっただろう。アドラーからメネンデスへの。何が麻薬王だ。デタラメだと思ったさ。アドラーが金のために仲間を裏切るか。冗談だろ。あいつの暮らしには金がいる。いいか、あいつがイカれてんのはよく分かってる。誰よりもな。だが奴は味方だ。あいつなりのやり方があるだけさ。もうルールもクソもないな。お前はよくやってるだろう。いろいろ処理したり電話をかけたり。お前と一緒に暴れたかったよ。こんな椅子にはうんざりだ。なあ、そう言うなよ。お前が必要だ。体が不自由だろうと、以前のように動けなかったとしても知恵があるだろう。お前は以前キャプテンアメリカだったのかもしれない。今はプロフェッサー X だ。誰だって。ちょっとと失せやがれ。アドラーはパンテオンが先進技術応用研究所という軍事研究施設にアクセスしたと考えている。
大した呼び名だ。場所はケンタッキー州東部。建物にはコスパーソリューションズの名がついている。中身は全く違うが。かなり人里離れた場所で、森と丘しかない。離れた場所に車を止めて徒歩で近づこう。無事中に入ったらバイオテクノロジー棟を目指す。アドラーはクレードルがそこで作られたと睨んでる。詳しい効果を調べないとな。アドラーは元職員だって言ってなかったか。10年ほど前のことだ。アドラーによると人間を対象とした機密プログラムが行われていたらしい。その後生物災害事件が起き、突然閉鎖され隔離された。クレードルか。その可能性が高い。セブ、そっちはどうだ。まだ入り口を探してる。北側のドアは完全に封鎖されてる。そっちはケースと俺は南ゲートの通用口にいる。誰かが貨物エレベーターを使った形跡がある。チェーンが切れてるぞ。よし、マスクを使う。お前の番だ。テクノロジー棟には入れません。警備にアクセスを確認してください。セキュリティアクセス4で制限されています。
入室にはディレクターのキーカードが4枚必要です。懐かしくない？ここに来ることはないと思っていた。その階段を求めていた。私たちは特別だから、もうクレードルに傷つけられない。クレードルを初めて体験した時から特別なんだ。10年前、先進戦闘研究室へようこそ。先進戦闘研究室の職員はテストフロアでは常に承認済みの安全装置を着用しなければなりません。ケースの無線に問題があるのかもしれない。連絡が届いた。ケース、私の声が聞こえるか？
よくやったケース。キーカードはあと3枚だ。上を見ろ。ケース、我々は普通よりも強く速い。それがクレードルの本来の目的だった。していた時もあった。今度は私たちの番だ。お礼にキーカードをくれるかも。足りない報告書を探せ。報告書を見つけた。全員が共謀していたんだ。
のキーカードか。あと2つだ。パンテオンの起源を知っている者はわずかしかいない。彼らは CIA の一支部で他の工作部門にも知られていなかった。クレードルを開発したんだ。承認されました。必要になるかもしれない。先に謝っておこう。最近の行動の変化を理解するまでの間だけだ。安全は最優先事項だしな。探し出すんだ。奴はキーカードを持ってる。統合作戦部の中を見ることができるのは特権階級の者だけで、ようこそ。ここでは
う少しだ。キーカードはあと1枚。彼らはクレードルを完璧なものにしようとしたが、副作用を抑えられなかったんだ。よく知ってるだろ。私たちは最初で最後の実験台だった。製作者たちは生物兵器として再利用することにしたんだ。取り出すには水を排出しなければ。スイッチがロックされています。排水スイッチ1、2、3が解除されました。オーバーライドタイマーを開始。残りは25秒。
キーカードが揃ったな。私たちはクレードル計画の被害者だ。私たちは制御不能で暴力的で狂気に陥った。怒りに任せてこの施設を破壊したんだ。私たちに流れるのと同じ毒でこの施設を汚染もした。思い出したか。Ah!
マーシャだ。気がついたようだ。もう大丈夫か。どんな幻覚を見たか知りたくもないな。無理するなよ。よくここまで来たな。ケース、何かあった。見てくれ。誰かが大量に持ち去ってる。これが何かは知らないが、去年の夏に。パンテオンだ。クレードルに違いない。それは何だ、幻覚剤か。そのようだ。ケースは俺たちに襲いかかってきた。あんな目は見たことがない。二度とごめんだぞ。ここから出よう。